はい、ぬるしゅぶです。ぬるしゅぶ、本日の部活動第2回目の配信は抜群スペシャルバージョンの2人同時プレイという、はい、はい、拍手ありがとうございます。 でですね、このプレイヤーは、トコくんとあとポンズくんにお願いしたいと思います。はい、じゃあちょっと意気込みを聞かせてもらいましょう。はい、いきなり指名されてびっくりしたかもしれませんが、はい、っと、はい、抜群はやってますか？あんまやってないっていうか、はい、うん、やってないですね。わかりました。正直、はい、うん、じゃあ、ちょっとじゃあ今度はトコ君に話を聞いてもらいましょう。はい、どうも、抜群はとりあえず2の3までならそれなりに安定はしてるけれども、2の3までなら安定してる。なるほど。ですけど、はい、まあ、でも2人プレイやったことないんでどうなるかさっぱりって感じ、ね。はい、じゃあ2周目いける実力者がいかに2人プレイに翻弄されるかっていうのをみんなに見守りましょう。じゃあ準備ができ次第始めてください。よろしくお願いします。じゃあ解説は引き続きハロ君お願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、3周しかしてないんですけど大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。アマチュアで。さあ今 1P、2P どっちがどっちに座るかを今決めたみたいですね。ねえ、はい、これ多分予想なんですけど、4面ぐらいで死んじゃうんじゃないかなっていう。ああ、そうですね。互いに慣れてないからどっちかが勝った早めに死んでしまう可能性が十分。まあそこはまあぬるしゅぶということで。ぬるしゅんで、ええ、まあとはいえ練習してないですしね、そもそも。そうですね。ただまあ2人プレイの混乱する様も楽しんでもらえたらと思います。そうですね。さあ抜群、さあ抜群スペシャルバージョン、スペシャルバージョンですね。昭和プラン最後のシューティングですね。個人的にはこのゲーム大好きなんですけど、なんか友達と待ち合わせとかで時間潰しによく、ね、結構稼働してたんで、まあ、よく遊ばせてもらったんですけどね。サクッと遊べてパッと離れられるっていうところもいいですよね。さあなかなか見ない敵が2つ並んで飛ぶデモ画面。さあ始まった。本当遊んでる人は大抵1人プレイしかできないからね、シューティングは。さあ、ストッキーはこれは C タイプ。そうですね、C タイプですね。で、もう片方は、安定の B。 安定の B。 なんでみんなアイスを使ってくれないのか。そうですね、アイスをみんな使ってね、まあ、バカな振り方が俺も大好きなんですけどね。かっこいいんですけれどね、2、3戦、なんでこのゲーム難しいんだろうと思ったらアイスのせいだったっていうんですか。でも、アイスマンでしかやってないから、あ、そういうもんかと思ったらね。アイスマン、はい、そのまま投手しない人もいるかもしれません。まあ、先ほどから比べると非常にのどかな。そうですね。やはり、一面序盤は、まあ、優しい。優しい感じで。はい。アイスメンバンバン出してくれるし、どんどん、ビルとかの破壊できて、爽快感抜群な、まさにバッグバッグで。まあ、弾もゆっくりですけど、まあ、さっきマグロ決めたばっかりなので、なおさらそういうのような。そうですね。まあ、プロレスから抜きをつけてもらいたいっていうところは。さあ、面もそろそろ終わりで、敵側連射も使ってますね。あれは C 部隊だから、ちょっと使い分けが、あ、なるほど。ショットボタンを押しっぱなしで、ふっといレーザーが出るようになりました。さあ、ボールなどを乗せて、おお、あんな動き、あんな球あったっけ。テレビに、テレビにありますね。おっと、おっと、ナイスボール、危ない危ない。おっと、ハラハラさし上がるぜ。あ、恐ろしい。恐ろしい、ね。まあ命大事にということでね。さあ2名、まあ、このゲームといえばボンバーが特殊でしたね。なので通常のやつだったら2人プレイでできるダブルボンバーというのがあったんですが、はいはい、ありますね。これはスペシャルバージョンだったら他に、まあ、スリーで打ってても出ちゃうんで、はい、あれって最初のやつって全国で2回押すんですか。あれは確かそうだったような気がしますけれども、やるたびにいつも忘れて、あれなんだっけっていうことになっちゃうんで、さすがに同タイミングで同様システムは無理ですよね、2人プレイで。せーのとか言わないと、しかし今日初めてタッグを組んだこの2人、はい、そこら辺は、ああ、
ますと右側に豚さんがいるんですが、あ、右側の建物、右のレバーを押しっぱなしで豚さんを出現させることができるんですが、まあ、知らない、はい、知らない、知らないみたいですね、はい、このゲームの、2周目以降のクリアの条件、必要な情報として隠し豚さん、隠し色の豚さんを、はいはい、隠し色がありますね。あ、でもどうやって出すのかっていうのが覚えてるかはすごく大事になってくるんですね。なるほど、まあ、今回1周目なんで、ね、1周目なんで、まあ、まあ、そもそも1周目だとそんなに恩恵がないんで、結構これもまた球がゆっくり見えるんですけど、量は半端ない。おっとおっと、事故ってしまった。どうして狙ってるのかさっぱりわからない。量が多くて、はい、確かに画面が短くなってきた。まあここは落ち着いて第2形態、はい、このボスが結構最初ちょっとは、そうですね、レースゲームみたいに道を選んで避けなきゃいけない。そうですね、ここのあったー、あ、もう用意してもらえてる、はい、死ぬぐらいならボンバー使ってね、ボンバー追加していきましょう。はい、クリア、クリアです。おっと、片方が残ゼロになってしまった。残ゼロになってしまった。もう3面クリアできるのか。さあ、どうなんでしょうか。いけるのか。やはり C 機体ではダメだったのか。それとももしかしたらさっさと終わらせて酒飲みに行きたいのか。あー、もう予約は6時半ですよ。まだまだ先、まだまだ先ですよ。はいはい、ゆっくり遊んでもらえない。大丈夫です、余裕は持ってますから、はい、遊んでください。おっと、玉の間を使った。トコ君はやっぱ慣れてますね。慣れてますね。敵の配置を覚えてますね。はい、フェンさんが結構あった。なんか離れたとこから撃ってくる球を見逃さないように気をつけてもらいたいと思います。ここ結構後ろ側にいる戦車でも球をポンと打ってくるところがあるので、ね、ここでちょっと気をつけてですね。はい、ここの砲台結構硬いですね。気をつけてもらえます。無理しないで、潜ってもいいんで。おっと、あっさり破壊、うん、あまり火力が高いのか。キャビプレイならではですね。豚なん、豚というかなんというか、犬豚なんですかね。何豚なんちょっとかないの。ジャレコも豚ですかね。ジャレコとは違うと思うんですけどね。ジャンルとメーカーの。あ、この敵がどっち狙うのか分かりません。おっと、近い方を狙ってるのかと思ったら、おっと、ここで、残念。残念ながら、空中側の。ルピがコンティニューしていいですよ。どうぞ、遊んでもいいですよ。自腹で。自腹で。さあ、スコアネームを入力ができてしまっていますが、さあ、どうするんでしょうかね。そのまま1球までやっても大丈夫ですよ。ああ、出てきて、さあ、これは道を変えるのか。道を変えない、変えない、あえてこれでいく、はい、ポリシーを持っていく。やはり2人プレイだと、でもあれですね、2人プレイだとやっぱりいつもと勝手が違うのか、2の3まで安定するトコ君も。そうですね、この球どっち狙ってるのか本当に分かんない。それが分かりにくいっていうのが、ねえ、あ、ワンピンバーを狙ってこうなる。さあ、3面クリアということで、結構球の多い2周リティングだけど、本当にどっち狙ってるか分かんないっていうのは辛いですね、うん、難しいですね。あ、この空中ステージ、ここも結構厳しいんじゃないですかね。そうですね、ここはちょっと難しい要素が多いので、敵の座標をこう狙ってくる緑弾があるじゃないですか。あ、ありますね、ありますね。あれがどっち狙うかこれですね、あったよ。近い方を狙ってるのかな。あ、それともそうですね。そうなんですね、ねえ、ちょっとわかりません。一応どっち狙ってるのか、ちょっとよく言ってますか、うん、さあ、どんどんパッと取りましょう。おっと、あ、ここで当たってしまった。左右から同時に出てくるから、ちょっとやめてしまう。これは難しい。さあ、ああ、ノリプレイとはちょっと勝手が違う。そうですね。これはちょっと試したくなってきた。これ今度やってみようかな。そうなんですかね。ここは、お、さあ、ここっちの。あれが出てきて、ここから、まあ、もう一回出てきますね、あれが。まあ、この辺はまあ特に危なげなくて、あと打たれるのに弾が出てきて、弾が出てきて、2段してしまった。まだ弾ありますよ。まだありますね。まだ十分にございます。我々はそれを応援するものです。ああ、ガンガンやった。ちょっと待って、大丈夫、大丈夫、大丈夫です。ボンバーを、ああ、ちょっとバッキー側が取ってきましたね。で、ジャコを出しつつ、
出てくる旧型が、まあ、余裕のアルバムがボンバー全部取って全部管理するっていう方法もあると思いますね。まあ、いきなりの、しかもこれ配信、下手したら配信デビューだと言ってるかもしれないんで、うん、おー今ちょっとすごい余計を見てましたね。あそこ行けるんだ、行けましたね。あーっと、このボールしてなかったか。ここはちょっと代表ロックの順が分かんなかったかな。いやあれは本当どっち分かんない、あれは余計に分かんないとちょっと辛いですね。全国のバッチングファンも2人同時プレーの映像はなかなか見れないですよね。そうですね、2人プレーはこう考えると、まあ、2人プレーをしっかり考えてるというか、おっと寄せにくい球に避難してしまった。心折れるのかな。さあどうやるかな。少しも一人言ってもらわないと2人同時プレーじゃなくなる、ただのソロプレーになってしまいます。ちょっと企画としては、まあ、玉がまだあるのか、まだあるのか、あった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 これが本当にいやらしいんですよね、このステージ。ここはちょっと思えないときついね。これはもう、あーまたやりました。ちょっとこれは飲めない。いや、しかし派手なゲームだなぁ。色がいいですよね。ピンクに緑に青に原色バリバリですよ。これはすごい。この個性がやっぱり、なんとサイケデリックなゲームなんだろうな。さあ、ワンに。さあ、4面ボス、まあ。この派手さがあるから、弾の。あの量が許されるという感じではありますね。そうね、マクロスの弾でこの量やったら許されませんか。これはちょっときついですね。あ、おお多いところで、あ、ここも結構避けにくい、ちょっと死んじゃうところですけどね。はい、避けてほしい。まあ、無理せず危なくなったらボンバーって感じですね。この後に出てくる、なんだろうね、いや、ちょっと硬い砲台が出てくるんで、そうですね、注意が必要ですが、トコ君結構さすが粘ってますね。まだ ワンプレー目でワンコイン目で粘ってます。あー、この後トコ君は左右交互に交互に打ってますね。互いにあ、これは余計やすくはないな。ないですね、やりにくい、やりにくいですね。互いにちょっと避ける幅が強まっていて、おっ、ここはすごいです。真ん中がちょっとやっぱりですね、互いに真ん中で重なってると、あー、やられてしまった。おっと、おっと、おっと、なんと2人同時死亡ということで、というわけで、今回4面ボス手前ですか。そうですね。それで終了ということですかね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でーす。じゃあちょっとお話を伺ってみましょうか。じゃあ、検討してくれたトコ君、どうでした2人プレーは。どの球があのこっちに向かって、あの軸狙いで行くのか相手の方に向かっていくのかが見極めがやっぱ重要になってくるので、なるほど、ちょっと難しい。いつもとは全然勝手が違った感じですか。違いますね。なるほど、わかりました。難しい。はい、じゃあポンズ君どうでしたか。あ、配信台って怖いですね。あ、もう配信の恐ろしさを、はい、ついに配信の恐ろしさを感じてしまった。緊張し、はい、やはり緊張しましたか。もう、はい、ガチガチですか。ガチガチです。ガチガチですか。まだガチガチですから。まだガチガチ、はい、まあ、その話は後で飲み会でたっぷり聞かせてもらいます。遅れてきてすいません、副部長です。おっと、ここで副部長登場。いや、まあでもね、配信には魔物が住んでいるというのは僕も実感してますが、大変だったと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、ヌルシュ第8回部活動以上終了、ありがとうございました。お疲れ様でした。